しやすいおしっこのおすすめを教えていただけると思います、はいはい、特にこの中でもこれがおすすめというものがありましたらお漬物とかもすごく好きでよく私も買いに寄せていただいたりとかします、うん、今取れたての大根 で、 そうです、ちょうどこれからあの美味しくなってそうです。でまたまたこれからこうつけるわけですね。はい。でこうお昆布が入ってますからこうとろっとした感じでね、美味しゅうございます。はい。代表するそうですね。京都のお漬物って千枚漬けとかしば漬けとかね、そういうのございますけど。すごい古い昔からある八橋とかこう話題になってる。この茶の館のお菓子とか、今回皆さん絶対喜んでくれはると思います。京都の代表的な八橋とか千枚漬けとか、それ以外でも工芸品全部で57店舗方々が来たはんので、ぜひ見に来てくれやす。京都には昔からし代々受け継いでるすごい老舗のお店もあれば。現代的に開発されたお店もあったり たくさん見どころがあると思うので、ぜひ皆さん見に来てくれやす。お頼もします。お頼もします。